株式会社ガンダムのクソダサ PV に隠された小ネタを見てみましょう。まず、拡大してみるとエアリアルくんの周りがうっすら緑色になっていますね。これは動画編集者にはおなじみのグリーンバック素材の透過ミスです。緑色の部分を透過することで背景と合成できるのですが、色の範囲指定が甘かったりするとこんな風にグリーンバックが残ってしまうのです。動画編集初心者にありがちなガバガバ具合の再現がリアルすぎますね。続いては空間から現れる一般通過ヤギくんです。エアリアルくんの前を思いっきり通ってるし撮影し直せよっていうツッコミポイント。ヤギくんは空間に帰っていきました。エアリアルくん周りは合成背景だったのでしょう。続いてはスレッタの表情に注目。朝は目がパッチリしていて元気そうですが、夕方になると目が半開きで眠そうです。夜になると一周回って目がガン決まり状態になってます。このことから、スケジュール的にかなりハードな撮影だったことが予想されますね。続いてエアリアルとスレッタが腕を繋いでフュージョンポーズを撮るシーン。腕が届かなかったのか、エアリアルくんの右腕が明らかに編集で大きくされて雑コラみたいになっています。エアリアルくん自体も合成なので、足が明らかに宙に浮いてるのも雑コラ感ありますね。他にもリリッケちゃんあたりが入れてそうなハートの謎エフェクトだったり、スレッタが瞬間移動していて編集点丸分かりなところだったり、明らかに学生が作った感を出しているのがいいですね。そして、株式会社ガンダムの方向性の話し合いから、PV 作成に至るまでの過程で、地球寮のみんなの考え方や個性などが自然にわかるようになっているのも構成がうまいですよね。この動画で取り上げた以外にも PV に小ネタなどがあれば、コメントで教えてください。ここからは8話の感想と考察です。まずは、毎度不穏な空気を醸し出すプロスペラとの会話シーン。ミオリネが、エアリアルは量産可能なのか、と質問をすると、量産は現時点では不可能よ。という答えが返ってきました。エアリアルには特殊な技術が搭載されているからでしょう。ミオリネは過去のエアリアルのデータをもらいますが、プロスペラが知っている情報すべてではなく手のひらの上で踊らされている気がします。また今回プロスペラのセリフで、人は行く知らないものを恐怖に感じるの。人は恐怖を遠ざけようと、攻撃しようとする、とありました。これは作中のガンダムの話でもありますが、現実社会もそうですよね。知り合いにはすごく優しいのに、他人には攻撃的な人。自分の知っているジャンル以外のことをやけに批判したがる人。これがまさにプロスペラが言っている、人はよく知らないものを恐怖に感じ、それを遠ざけようと攻撃する、ということでしょう。私たちもプロスペラがやろうとしていることを一概に否定せずに理解しようとするべきなのかもしれません。いや、やっぱ怖えよ。ちなみに5話でスレッタは父親のことを覚えていないようでしたが、今回の話でカルドナボ博士のことも覚えていないことが判明しました。エリクトノットイコールスレッタだとすると覚えていないというか、そもそも会ったことすらないというのが正しい表現かもしれません。プロローグを見返してみたら、無線でカルドナボの生命無力化に成功、と聞こえてきただけなので、もしかしたら博士はガンド技術によって意識だけでも生きてるかもしれません。6話のエランもそうですが、明確に描写がないと生きてるんじゃないかと疑ってしまいますね。そして私たち視聴者的にはガンド医療のことはこの時代の人たちも知っているのだと思っていましたが、そうではありませんでしたね。おそらくプロローグ時点で止まっていた技術を、ミオリネたち株式会社ガンダムが引き継ぐって形になりました。ガンド技術の到達点は一体どんな形なのでしょうか。ということで今回の動画はここまでです。世界観が少しずつ明らかになってきていて考察の違いがありますね。水星の魔女の考察動画は毎週投稿しているので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんのコメントも毎度参考になってます。そろそろグエル君の大活躍が見れそうな気がするので、次回が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。